内山さん夢ありますか？いや、あ、サッカー選手。サッカー選手になりたい。え、今ですか？今。マジですか？あ、いつからだっていいだろうが。いやいやいや、ダメでしょ。いやいやいや、遅くないわ。で、だってもう10代じゃないんだよ。サッカー選手。内山さん、言っときますけど、村瀬さんより年下ですからね。そっか、サッカー選手。あー、ごめんなさい。やばいこれ、ストレスできてる。一番年長ですからね、村瀬さん。やっちまった、やばいな。まだまだ、うん、じゃあそんなサッカー選手という夢を僕も応援していきますので、他の人の夢も応援してもらえますかね。いいでしょう。ありがとうございます。じゃあメールを読んでいきましょう。お願いします、はい、それでは最初のお便りです。はい、コートネームちょっとだけ体調悪いさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？私には好きな人がいます、はい、先日その人が好きな女の子のタイプについて話していたのですが、はい、ショートヘアで元気な子が好きと言っていました。それを聞いて私は愕然、ショック。私と真逆の女の子じゃないですか。泣き。私はショートヘアが似合わないため、中学生の時から髪を伸ばして、今では腰にかかるほどの超ロングヘアです。すごいですね。で、性格はおとなしくて控えめで面倒くさく、元気とは程遠いです。好きな人のタイプの女の子になるべきか、それともそのままの私で接するか悩んでいます。助けてください。なるほどね。じゃあ、胸キュンだね。ちょっとこれ青春ですね。一生懸命我らのような部活やってる人たちにあんまりないよね。そうですね。本当にハイキールにはなかなかないよね。全ての勢力をだってバレーボールに費やしてる。女性のタイプって言われてもさ、清子さんしかいない。そうですね。みんな清子さんしかない。あと道宮ぐらいですからね。道宮はだって会えないよ、下々の。沢村さん、下々のしか喋ってない。見たことないよ。しか会うこと許されていない。後輩なんて見たこともないでしょうね。なるほど。じゃあこの人にエールを送っていきたいと思うんですけれども、ね、うん、じゃあ順番は僕、うん、あゆ、うん、ウッチーさんの順番で一言ずつ、うん、エールを考えると思います。そうだね。じゃあまず僕のエールからやっていきたいと思います。はい、お願いします。ではカイトくんのエールまで3、2、1。はい。好きな人のタイプを自分好みに変えちゃえばいいんじゃない。好きな人の前だからこそ自分らしく接した方がいいと思う。好きな女の子のタイプも聞いたんでしょ。もう好きってバレてる。おー、あー、確かに。そう、バレてる。いや、どうかわかんないけどね。え、今なんかすごい。まあまあ鈍感主人公みたいな人だったらね。え、なんだってつって寝てたとかありえるから。なってたみたいな。ごめん、寝てたって聞いたことあるな。なるほどね。うん、